8時26分お預かりしているメッセージが1件あります。夏希、ごめん、ちょっと仕事をしちゃってて、また後で連絡するよ。間に合わなくて本当ごめん。以上となります。もう一度再生する場合は1を、終了する場合。バカ。18卒業したらあんまり会えなくて、初めての日々が痛かった。ねえねえ LINE 遅くないですか？仕事なんだから仕方ないの分かってよ。そっか、それだけだったら別にいいけれど、思うほど距離ができたりね。けど一番の思い出、それにドライブもして海で粒濡れになって、二人して風を引いたりね。二十歳二人で飲んだ初めてのお酒、酔っ払っている君もやっぱり良くて、無理だったのは実はくっつきたくて、そんな君が愛おしかった。きっと